始まりました。ジャパンカップ優勝チームハヤト商店街 VS ミスターガンプラエキシビションマッチ。8年の沈黙を破り、ミスターガンプラはどんな戦いを見せるのか。ハヤト商店街はかつての帝王に通用するのか。私は今日という日を心から楽しみにしていた。君と戦える時を。さあ見せてくれ君の力を。いいぞ。私がファイターだってこと。あれって君も感じるはずだ。本当のファイターなら同じ力を持つ者同士、どちらがより強いのか試さずにはいられない。さあ君も覚醒しろ。最高の舞台で最高のバトルをしよう。いいぞ。私たちは離れていよう。でも主殿の邪魔になる。私たちは日本一のチームなのに。世界は広いな。私が考えた通り、君は素晴らしいファイターだ。君はこの短い戦いの中ですが、さらに強く成長している。君と君のチームメイトとの差でもある。それを自覚した時、君たちは今まで通りではいられないだろう。それでも私はこれからも君たちが共に行けるよう願わずにはいられない。君の勝ちだ。決まった。ジャパンカップエキシビションマッチはハヤト商店街チームの勝利です。本当に素晴らしいひとときだった。年がいもなくはしゃいでしまったよ。はしゃぎすぎだよ。なんなの。外部から侵入しているのか。たまたまテレビをつけたら引退したチャンプがバトルしていたのでね。こんなの予定には。君はウィル少年なのか。どうやらその無様なファイターに敗れたようだけど、今回もまた勝ちを譲ってあげたのかい。違う。私は全力で戦ったよ。8年前は僕に勝ちを譲ってくれたのに。いや、君よかったね。手加減してくれる優しいチャンプでさ。よせ。彼もこう言ってるんだ。日本一のトロフィーをもらってとっとと家に帰りなよ。すごいスピードだ。止まってみるアルジ殿。こんな下手くそ。君は力の差が分かってるみたいだね。なんなんだよもう。すまない、全部私のせいだ。
はもう死んでいる。